どうも、キスケです。今回なんですけど、ちょっとツイッターの方でね、その海外の方が、前回覚醒キャラのランク付けをしてて、まあ、ちょっと日本と、じゃ発音おかしかったな。日本と、まあ、ちょっとね、その強さの基準とか感性が違うなって思ったところが、まあ、ちょこちょこあったので、ちょっとそちらの方一緒に見ていって、で、まあ、ジャパニーズ前回ランキングはこんな感じなんじゃないかっていうのも、ちょっと後で直して、皆さんに紹介していこうかなと思います。はい。まずね、一番下 B ランクがラディッツ。ラディッツなんですよ。で、次、ブロリー。ブラック。で、完全体セル。悟空でベジータ。A ランクまでがこんな感じで、次 S ランクが、トランクスでナッパで変身レジェロトランクスになってます。で SS ランク、ピッコロ大魔王、ゴハン、完全違う最終形態クーラーでスーパーバーダック人造人間16号、キントーン悟空、魔人ブー。で、Z ランク、18号、親子ごはん、覚醒ビルス、悟空3と。こういう感じになってます。海外のランキングはね。で、この、ランクの見方？まあ知ってる人多いと思うんやけど、左に行くにつれて強くなっていくんですよね。だから、まあ、A ランクで一番強いのはブロリーっていう感じ。最下位、次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 、こういう感じでどんどん強くなっていくっていう感じなんですけど、まあだからこれ見ると、人造人間18号が前回覚醒の中では一番強い評価になってるんですよね。まあもちろんね、海外のツイートで回ってきたんやけど、そのリプランとか見てみても、まあ、18号よりご飯の方が強いんじゃないかっていうリプがね、結構あったんで、まあ海外でも結構割れてるところなのかなとは思うんですけど、まあそういうことになってるわけですよ。まあ一番最下位がラディッツ。で、こう見ると結構面白くない？だから日本では、もっと強いんじゃないかって思われてるキャラクターが、まあ、割かし下にいたりとか、逆にこいつこんなに上なんやっていうキャラクターもいて、面白いなと思ったんですよね。おもろいなと思って。まあ、海外と、まあ、日本の感性の違いというんですかね。で、これをちょっと日本人っぽくっていうか まあ、日本人の僕がこういう感じなんじゃないのっていうのにちょっと並べ替えてみようかなと思います。はい。まずここ逆よね。まずここ逆で。で、ビルスも強いのは間違いないと思うんやけど、3番目なのかって聞かれると結構怪しいと思ってて僕は。まずこうよね。ここまでは多分合ってると思うんだよな。あと気になったのが、ナッパが S ランクっていう。それはない。それはないです。さすがにここ。で、どっちかというと完全体セルの方が絶対強いから、こうね。で、そうだな。で、ベジータも、悟空3が登場したことによって、すごい活躍するようになったんで、こんなに下ではないです。さすがに。こうね。で、ブロリーと、レジェロトランクス比べると、さすがに、ブロリーの方が、強いと思う。こうかな。こういう感じだと思うんだよな。多分下の方はこんな感じ。で、この前回覚醒トランクスはね、正直もっと上でいい。このぐらいに入ってもおかしくないと思う、正直。そうだな。で、あと魔人ブーね。魔人ブーも、まあ最近は再生パーティーがね、悟空3とか、前回覚醒親子ご飯とかに
止められてるんで、まあ、ちょっとね下がったかなっていう感じはあるんですが、さすがにこういう感じなんじゃない？ちょっとどんどん僕の完全な勝手なあれなんで、まあなんていうの、そこは違うんじゃないかってコメントで全然言ってもらって構わないんでね。はい。で16号ももうちょい上やな。まあスーパーバーダックちょっと怪しいな。このご飯こんなに上か、正直ちょっと怪しいと思ってるんだよな個人的には。多分レジェロ悟空の方が強いんじゃね。不死身もついてるし体力回復もあるし、ドロソクアップもついてるし気力回復もついてるよね。だからもうちょい上でもいいかなと思うんだよな。ここ、全開覚醒クーラーもなむちゃくちゃ強いんやけどな。射撃アーマー持ちで全開覚醒っていうのが、まあ、こいつだけなんですよ。だからもうちょい上でもいいような気がする正直。ここかな、ここかな。で俺はこういう感じかな。どうですかこれ。いやビルス上におんのちょっとあれかな。ビルス上じゃなくても良さそうですけどね。ここでも良さそうやね今の環境を見る感じね。どうかなこれどうかな。 SS ランク、まあ全開覚醒のキャラクターって基本的に強いんで、まあこれで間違ってはないかな。いやーレジェロトランクス1個下げてもいいような気が、まあしないでもないかな。むずいねこれむずいな。よしこれにしよう。これです。僕が思う全開覚醒のランキングはこんな感じ。1位まあご飯でしょ。で2位は18号で、3位が悟空3で、あとはもうこういう順番ですよ。4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19体いんのか。どうですか皆さんはだ海外とねわりかし僕違ってて、まあ、まずナッパの評価が完全体セルより上っていうのが俺は絶対ありえないと思ってるし、でブロリーの評価ももうちょい上でもいいと思う。気絶もあるし交代禁止もあるし打撃の火力まだまだ高いんでね。パーティーがないだけでこいつ単体の性能はすごく高いと思ってるし、でまあスカベジも、悟空3が出てきたおかげでちょっとランクが上がったのかなっていう感じはするかな。まあ最下位はラディッツで全然問題ないと思います。でこの SS ランクも結構僕いじくりましたよね。魔人ブーが結構後ろにいたんですけど、いやそれでもまだこいつ強いぞ。まあ、火力ないし今の環境だとなんていうかな、悟空3とか、まあ、親子ご飯とかに一瞬で溶かされてしまうような耐久になってしまったけど、やっぱり全体回復で必殺アーツの気絶で打撃封印交代禁止できることが多すぎるんで、まだまだこいつ当たりたくないって思ってる人多いと思うんでね。まあそのうちの一人が僕なんですけど、多分まあこのぐらいじゃないですかね。ちょっとこの辺あやふやなんだよなこの辺は正直怪しい。このピッコロ大魔王から後ろこの SS ランク6体こいつらの順位はちょっと怪しいなって思う正直。まず使ってないんでねこいつを、だからちょっと怪しいなとは思うんやけど、まあこんな感じじゃないですか。で今そのツイート開いて、まあ、リプラン見てるんですけど、ブロリーが低すぎるっていう意見もあったり、ブロリーさっきまで A のここにいたんでスカベジのところにいたんで、まあそれだとちょっと低すぎるんじゃないかっていう人もいたりしますね。結構ブロリーのこと言ってる人多いですねやっぱり。A ランクではないんじゃないかという人も結構いるしって感じかな。いっぱいあるなこれ18号一番ですかみたいなことを言ってる人もいますね。さっきまでこうだったんで、さすがにこうだと思うんですよね僕は。
っていう感じかな。はい。意外とね、やっぱこういう、なんていうんかな、日本のランキングだけじゃなくて、その海外の人のランキングとか見てみると、結構面白いですよ、ほんまに。あ、こんな違うんだっていう、感じてること。まあ、強いキャラクターっていうのは大体、ね、統一されてるのかなとは思うんやけど、やっぱりこの SS ランクの順位とか、ナッパが S ランクにいたりとか、わりかしね、なんか、ね、あ、そんな そいつ上みたいな感じのキャラクターがいるんで、まあ、すごい、僕はこういうランキング、海外のランキングっていうのを見るの結構好きなんですよね。まあ皆さんもね、まあちょっと Twitter とか動画とかで調べてみて、まあ一回見てみてください。で、日本のランキングと照らし合わせて見てみると、またより一層面白いと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。